幕張3対3、緩やかな風に受けましてのスタートになります。ファイナルスタートしました。1コーススタート、1号艇中野次郎1周1マークへ向かっていますが、このレーススタート判定中となっています。スタート判定中となっています。ご注意ください。スタートは判定中となっています。さあバックストレッチで出た各メンバーですが、フライングがありました。1号艇中野フライング返還決勝となっています。1番に関する投票権すべて払い戻し返還となりますので、お手元の投票権大切にお持ちください。外枠の6号艇今泉優吾がトップに立っている。2マーク旋回直線構成入った。外からは5号艇の福来が続いている。G1 関東地区選手権優勝を決めましたのは6号艇今泉優吾選手、おめでとうございます。ありがとうございました。ご自身 G1 初優勝となりました、はい。まあ、スタートで波乱もありましたけれども、まあ、地区戦でのこの優勝いかがでしょうか。はい、そうですね、ちょっとスタート事故あって恵まれなんであれですけど、まあ、優勝できてよかったです。はい。それでは今節を通して応援していただいたファンの方へ最後に一言お願いいたします。一節間、応援ありがとうございました。これからもいいレースできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。 G1 初優勝おめでとうございます。ありがとうございました。Thank you.